チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国が日本企業に実害、政府は動かず、がっかり、ブラジルで日韓外相会談、上川外相笑顔、韓国の掟破りを報じようとしない日本メディアの異常についてです。雪は積もらなかったけど、寒かった。コンビニでつい肉まんを買ってしまったマリナです。この肉まんは、なかったことにはできないかな。政府が、総理大臣が出席されて政府主催でやるべきだ。そう叫んだのは、島根県丸山知事。ごもっともすぎる、ご発言に感服です。2月20日、参院放送。竹島の日、式典、政府主催でやるべき、島根県がやってること自体もうダメ。島根県、丸山知事、政府に注文、なんで島根県がやってんだ。外交防衛なんてうちの仕事じゃない、から。島根県の丸山知事は、2月22日の、竹島の日に行われる竹島の日の式典について、県が主催していることがおかしい、国が開催するべきだと、政府に対して強く求めました。島根県丸山達也知事、政府が、総理大臣が出席されて、政府主催でやるべきだと言ってるんです。我々は、北方領土の式典と同じようにやるべきだと言っている。竹島の日の式典を、島根県がやってること自体もうダメなんですよ。当日、政府関係者に対し、どのような要望を伝えるか、という質問に対しては、中略。島根県、丸山達也知事。政府に何かをさせるのは、県知事の仕事かね。政府に対する影響力を持っているのは、誰？国会議員だよ。外交防衛なんてうちの仕事じゃないぞ。こんなことをなんで島根県がやってんだっちゅうことだ。今年の式典には、内閣府で領土問題を担当する平沼正二郎政務官が出席する予定で、政府は、竹島に関する日本の立場を明確に示したいとしていますが、依然韓国側の不法占拠が続いています。ちなみに、このニュースは、20日のもの。21日に、韓国は、日立造船に関わり、日本国民の資産に手をつけました。22日、不思議なことに、こんな重大なニュースが、NHK の朝のニュースのトピックにもなっていませんでした。Yahoo ニュースも LINE ニュースももちろんだんまりです。当たり前か。NHK が流した映像は、経団連の徳良会長の夫婦別姓の話。経団連が今話すべきことは、日立造船のことではないのでしょうかね。徳良会長のところの住友化学は、一昨年、韓国に100億円で工場を建ててますんで、自分のことしかないんですね。差し詰め、日立造船は、この件での韓国のガス抜きのための尻尾切りですか？自分は大丈夫、ってどういう自信ですか？そして、もう一つがっかりなニュース。首相候補の筆頭とも目されていた、上川陽子外相ががっかりです。もっともこのニュースは、韓国にまんまと、はめられているとも言えますけどね。2月22日、連合ニュース。韓日外相がブラジルで会談、北朝鮮の挑発行動に連携して対応へ、から。韓国のチョテヨル外交部長官は、21日、訪問先のブラジル、リオデジャネイロで日本の上川陽子外相と会談し、核、ミサイル開発と挑発行動を続ける北朝鮮への、対応に向け、引き続き連携することで一致した。中略。また韓日が来年、国交正常化60周年を迎えることを踏まえ、緊密に意思疎通することを申し合わせた。両国の外交当局が、多様な政策分野で意思疎通を行っていることを歓迎し、昨年再開された外交時間戦略対話や、安全保障対話などを、今年も適切な時期に開催することで合意した。張氏と上川氏は、先月23日の初の電話会談で、韓日関係改善の流れを強めるため、信頼を基盤に協力し続けることが重要だとの認識で一致している。今回の対面の会談でも、
上川氏は張氏の就任に祝意を示した。韓日関係が両国首脳のリーダーシップの下で大きく進展したと評価した上で、今年も両国の協力を様々な分野に広げ、連携を深めたいとの考えを伝えた。一方、韓国人徴用被害者の訴訟で、日立造船が韓国の裁判所に供託していた。資金がこのほど、原告側に支給されたことに関し、上川氏は日本企業に不当な不利益を負わせるものとして強い遺憾の意を表明した。北朝鮮のことは、それでいいとしても、日立造船の件は遺憾だけ。国交正常化60周年。両国の外交当局が多様な政策分野で意思疎通。外交次官戦略対話や安全保障対話などを今年も適切な時期に開催する。連携を深めたい。くだらないことを言ってないで、その席を蹴って、条約は破棄ということなのかを問い詰めるのが先ではないの。敵対行為ですよ。国民の財産に実害があったんですよ。この調子だと、岸田、シャトル外交とやらをしれっと続けて、ソウルのメジャーリーグベースボールの試合観戦をする気ですね。マジ最悪ですよ。竹島のことも、何にもできない。そんなに韓国は、大事なのかな？本当になんで、韓国がそこまで、大事？もう、自民党は終わりかなって思う方は、いいねをお願いしますね。もう一つ。2月23日に入っても、メディアも完全にこの話題を掘り下げない。2月23日、FNN プライムオンラインのニュースも、北朝鮮対応などで、連携確認、日米韓3カ国の外相が会談、という見出しの記事を出していますが、見出しからもうっすらわかるように、一切、日本国民資産への実害には触れていません。日本が相当あちらの勢力に首根っこつかまれているか。これじゃあ、多くの日本人は、日立造船の件を知ることがないかもしれませんよ。本当に日本のメディア、やばいなって思う方も、ぜひいいねをお願いしますね。アマプラで見られる、沈黙の艦隊、シーズン1を見終えました。続き、早く見たい。そして、海江田艦長、いえ、店主、あなたのような毅然としたものが言える。そして、やるときはきちんとぶっ放す、そんなリーダーが欲しい。ぜひ皆さんも見てみてください。なかなかちゃんとできてる作品ですよ。おすすめです。特にどこかのクソメガネには見てもらいたいなって思うマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。